朝日様、少しだけお時間よろしいでしょうか？どうしたんですか？お嬢様のために作るお菓子の材料を買いたいのですが。さすが本物のメイドさんですね。琴美のためにお菓子まで作るなんて。お嬢様のお世話は私の役目ですから、朝食も夕食も喜んでお作りいたします。それじゃあもしかして琴美って家事したことないのか？何か問題でもあるのかしら？家事なんてできる人がすればいいのよ。もう吉野さん、甘やかしすぎたらダメですよ。これでも家事の仕方を教えているのです、お嬢様の将来のために。だからいつも言ってるじゃない、結婚する気なんてこれっぽっちもないって。結婚？はい、いつかの時のために花嫁修行は大切だとお話ししているのですが。なんだ、びっくりした。ふん、私の話はどうでもいいわ。それよりお菓子の材料を買いたいんでしょ？そうですね、早速お買い物に。あ、どうしたのよ？今朝お屋敷のガスの元栓を閉めるの忘れてしまったかもしれません。珍しいこともあるのね。申し訳ございません、一度お屋敷に戻らせていただきますね。それでは失礼いたします。あれ、何か落としていったぞ。お嬢様のお菓子レシピ。こんなものまで落とすなんて、今日の吉野はなんだかちょっと変ね。お前がこき使いすぎて疲れちゃってるんじゃないのか？ふん、そんなことないわ。ま、せっかくだし俺たちで材料買っとこうぜ。どうせ琴美が食べるもんなんだろう。それもそうね、その方がおやつも早く食べられるわ。じゃあ決まりだな。とりあえず UBX のスーパーに行くか。セーブポイントですし、休憩になさいますか？で、何を買えばいいんだ？ネギ、卵、うどん玉、かまぼこ。はあ？だってここに書いてあるのよ。本当だ。つか本当にお菓子の材料なのか？何よ、吉野を疑うの？絶対に違うと思うんだけど。吉野はね、どんな料理でもできるのよ。普段どんなお菓子を作ってくれるんだ？洋菓子も和菓子も、それに聞いたことのないようなものも作れるのよ。へえ、やっぱり吉野さんは本物なんだな。ふん、当たり前じゃない、だって私のメイドだもの。これで食材は揃ったわね。じゃあこれで終わりか？いえ、まだよ、他にも書いてあるわ。だけどこれは一体何かしら？フライ返し？え、お前何言ってんだ、それ調理器具だろ。そう。で、どこで売っているのかしら？それなら本気ホーデでいっか。行こう、中央通りだ。妄想宮にご用でしたら万全の準備をしましょう。それじゃあ買ってくるわ。ちょっと待てって。お前、フライ返しがどんなものか知らないだろう。つかどんだけ料理できないんだ。失礼ね、料理くらいできるわ。カップラーメンだろ。違うわ、鮭よ。焼けるのか？何を言っているの、鮭といえばおにぎりよ。ああ、驚いて損した。あとは昆布も得意ね。どうせそれもおにぎりのことなんだろう。ええ、もちろんよ。昆布なんてそれ以外に何があるのよ。いろいろあると思うけど、
ないわ。なあ吉野さんっていつもどれだけお世話してくれてるんだ。普通のメイドよ。お茶を入れてくれたり、お菓子を作ってくれたり、食事の準備に掃除、それに洗濯もゴミ出しもしてくれるわ。吉野さんも大変なんだな。いっぱい買ったわね。なあ、これはどういうことだ。何って、書いてあったものを買っただけよ。シャンプー、リンス、洗剤、入浴剤、ティッシュ、ゴミ袋、たわし、歯磨き粉って、お菓子関係なくねえか。だって、書いてあったのよ。それじゃ、さっさと家に運びましょう。ジャンク通りの方よ。さまざまなものを取り扱うお店のようです。セーブポイントですし、休憩になさいますか。妄想休ですね。お入りになられますか。アパレルショップですね。私には不要ですが。お嬢様。あら、ようやく戻ってきたのね。安心なさい、買い物は終わったわ。どうもありがとうございます。俺もついていたからきっと大丈夫だと思います。このくらいの買い物、一人でもできるわ。お嬢様、その息ですよ。どの息よ。あ、もしかして吉野さん。いえ、私は何も知りません。慌てていたらメモを落としてしまいました。そうしたらメモを拾ったお嬢様たちが代わりにお買い物をしてきてくださいました。たったそれだけのお話ですよ。お使いが花嫁修行って。どんな時でも一歩ずつです。ねえ、何の話をしているのよ。お嬢様のお話ですよ。パソコンショップです。パーツをお求めですか。あら、イベントですか。少し道草でもいかが。なんだ。おい、そこをどけ。もう乱暴だな。誰か、ひったくりよ。ひったくり。アサヒ、行ってみよう。大丈夫か。私の財布が。もしかしてさっきの男の人が。間違いないな。アサヒ、追いかけよう。ああ、俺たちで捕まえよう。パソコンショップです。パーツをお求めですか。セーブポイントです。こまめに記録しましょうね。はあ、どこにもいないな。アサヒ、あの人に聞いてみようよ。あの、すみません。はい、どうしました。人を探しているんですけど。ああ、それだったらさっき見たよ。すごい剣幕で走っていったよ。どっちの方に向かいました。向こうだからきっと UBX の方かな。 UBX ですね。わかりました。ご協力いただきありがとうございます。アサヒ、 UBX の方みたいだよ。行ってみよう。あ、もう。どうしたの。うん、なんでもない。セーブポイントです。こまめに。一体どこにいるんだ。僕、ちょっと聞いてくるね。あ、水木？あの、突然すみません。
少しだけお時間よろしいでしょうか。はい、どうしました？実はさっきひったくりがありまして。水木のやつ。なるほど、そうですか。ええ、多分そうだと思うわ。それだけわかれば十分です。お聞かせいただきありがとうございました。朝日、わかったよ。どうも郵便局が怪しいみたい。お、朝日。ああごめん、すぐそこの郵便局だよな。うん、急ごう。ねえ朝日、あの人。さっきのあいつだ。よし、取り押さえよう。あ、待って。どうして？僕たちに気づかれたら逃げられちゃうかもしれないからね。それにあのまままっすぐ歩けばいずれは挟み撃ちってわけだな。ちょっと違うけど、それでもいいよ。え？ほら、動き出したよ。僕は左から行く。朝日は右側にいて。おう。あの、ひったくり犯ですよね。もう一度尋ねます。あなた、ひったくり犯ですよね。違えよ。違くないですよ。だってさっきひったくりしましたよね。だから何もしてねって。ひったくりをしてないなら逃げたりなんてしませんよね。何を騒いでいる。ここは交番の前だぞ。それにひったくりだなんて。あ、警察の方ですね。この人、ひったくりをしたんです。あ、なるほど。きっと交番に届いていると思います。ありがとうございます。はあ、これで一件落着だね。だけどびっくりしたよ。わざと交番の前で騒いで警察に気づかせようとするなんてさ。だって目の前に交番があるんだよ。協力してもらうのが最善だと思ってさ。やっぱり頭いいんだな。え？そうかな。それだけじゃない。聞き込みだって慣れた感じだったろ。それはそうかも。よく団長たちと聞き込みしてたからね。ま、それも全部朝日に負けないためだったけどさ。さっきの俺、全く活躍できなかった。ポカーンって見てるだけだったし。どうも、俺の負けです。もう何それ。水木もいろいろと経験したんだな。うん、そうだね。自警団に入ってからたくさんの困っている人たちを助けてきた。それが団長の方針だったんだ。だからきっと咲ちゃんのことも。団長ってただのお笑い担当じゃなかったんだな。まあ少し天然だったけどね。だけどさ、そんなに助けてたのか。そんなにって。いや、だってほら、世界が繰り返しているのなら事件も繰り返すだろ。うん、毎日何度も繰り返し助けてきたよ。それがどうかしたの？おう、なんでもない。それじゃ今回の件は明美さんに報告しよう。そうすればもう安心だ。うん、そうだね。それじゃ僕たちは行こうか。いい仲間たちと出会えたんだな。パーツが売られております。パソコンを強化しますか？セーブされますか？お間違いなさらぬように。
トレカを装備なされば様々なお。パーツが売られております。パソコンを強化しますか。セーブポイントです。こまめに記録しましょうね。